布を通すだけで簡単に作れるリースを紹介します。リースの土台にするものは100均ダイソーのジョイントマット 45×45cm のものです。簡単にカットしたり針を通すことができるので便利です。これで 42cm と 32cm のリースが2つと 24cm のボードの土台が取れるのでお得です。まず円形の型を作るための道具を作ります。厚紙を3センチ幅に取って、0センチのところを決めて、真ん中に線を引き、21センチ、16センチ、12センチのところに印を入れてカットします。印のところに鉛筆の芯が入るくらいの穴を作ります。ゼロの起点のところに針を刺してマットの真ん中に差し込んで、半径21センチ、16センチ、12センチの円を描きます。一番外側はハサミでカットします。真ん中の2つはカッターナイフを使いました。切り取ったら端をハサミで面取りします。土台の大体のサイズを測って必要な生地を計算します。直径42センチのものは大体130センチ、これの2倍、260センチ、リースの幅周辺12センチの場合、縫い代と緩みなどを考えて15センチ、長さ260センチ、幅15センチの生地を用意します。今回はクリスマスらしく赤と緑の色にしましたが、いろいろな色や種類の生地を合わせると華やかになって良いと思います。足になる生地の一方だけは1センチの折りをつけておいてください。中表半分にして紐状に縫います。ひっくり返します。今回は大きな安全ピンを端につけてひっくり返しました。生地を通すために土台を切ります。生地を通していきます。土台がジョイントマットですので滑りが悪いですが、頑張ってください。この時のことを考えて幅の緩みは多めに取っておいた方が良いです。切り取ったところをビニールテープで巻きつけて元の形にします。生地をつなげます。端1センチの折りをつけた生地を片側の上にかぶせて縫い付けてください。腰止め風に縫いましたが、ダーツ状になってますのであまり縫い目は気にならないと思います。
ダーツのタックのシワをバランスよくつけてください。吊るすために15センチほどの紐を用意してください。端を結んで裏に縫い付けてリースは完成です。あとは飾りたいパーツを裏に両面テープを貼って取り付けてください。オーナメントやリボンなどをつけると華やかになっていくと思います。大きなリースですので作ってみてください。